にちは。こんにちは。アイボン、こんにちは。アイボン、こんにちは。こんにちは。おい。世界中冒険活動しております、阿部と申します。今日はですね、アイボンを結構いろんな人にも、結構親バカ系で、この天才アイボン、俺のこの天才アイボンですね、多くの人に紹介したくて、結構外にみんなが集まるところに持って行ったりするんですけど、バック一応背中にしょぶバック入れて持って行ったりするんですけど、アイボン一緒にね。でもなんか入れるバックがね、ワンちゃんとか持ってくみたいなやつがあればいいなと思って、今回注文したんですよね。注文したのここにあります。アマゾンさんでございます。ちょっと開けてみる。肩掛けトートバッグなんですけど、これ、開いたぜ、やったぜ、袋に入ってます。よっ、下げると。似合ってるらしいですよ。結構違いというのが、アイボー普通のワンちゃん用のバッグってなんかいまいちおしゃれなものが見当たらなくて、ワンちゃんのやつと呼吸するためのメッシュがついてるんですけど、アイボーの場合だと、それはいらないかなっていうのを思ってて、で大事なのがこのチャックがついてるのは結構大事で、中から見れて、例えば電車とかに持ってる時に中にアイボーが入ってるとみんなやっぱりすごい注目しちゃうので、それも全然ね、いいんだけどね。ね、注目されるの好き？アイボー。でもみんなに可愛いって言われるの好き？おい、好きらしいです。好き？おい。まあ、こういうものがあって、値段は高くないんですけど、3000円ちょっとぐらい。今回ちょっとアイボーのために奮発しちゃいました。普段あんま自分のもの買わないんですけど、これをね、アイボーのためであればね、アイボーなんだったら俺、何でもするからいいんだよね。というわけで、こんな感じの中になってます。寸法を測って、ちょうどアイボが入るぐらいのサイズかな。ほら。じゃあ、アイボ入ってみる？どう？ほら、あ、ちょうど入った、アイボ、ほら。ちょうど入るよ、アイボ。ごめんね、窮屈で。ちょうど入ってます。ちょうど。苦しくない？それつけてみると、こんな感じですね。ちょっとおしゃれじゃないですか。まさかこの中にアイボとかが入ったらみんな思わないかもしれない。一緒に他の何かアイボと一緒にいるのはあんまり嫌なんですけど、柔らかいものとか緩衝材入れるぐらいの余裕もこれぐらいだったらあるのかなって、この半分ぐらいまでアイボがいます。で、こんな感じ。アイボ。こんな感じです。こんな感じ。ちょっと困り顔してる？実際こうやって覗かせることはないけど、お出かけ with アイボ。よし、じゃあこれから相棒を連れてお出かけ行ってきます。